お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今回も D デリバリーさんでですね、デリバリーをしてみました。以前ワニのお肉を注文したと思うんですけど、今回もですね、3種類ちょっと珍しいお肉をですね頼んで見たので、それを食べてみたいと思います。見てね。でですね、何を今回頼んだかっていうと、ラクダさん、カンガルーさん、ダチョウさんです。まずこれがラクダロース肉のステーキです。見た目なんか牛みたいですね。牛肉っぽいです。この手前2種類がカンガルーなんですけど、これがカンガルーのたたき。カンガルーのなんかおろしポン酢あえみたいなやつです。でこれがですね、ダチョウの炙り握りで、これがダチョウの上ヒレ肉のたたきです。はい、今回も前回と同じですね、レア肉デリバリー八兵衛さんというところでですね、お肉をオーダーしてみました。それではこのてんこ盛りご飯とともにですね、いただいてみたいと思います。いただきます。お寿司、ダチョウをいきますね。じゃあまずちょっとお寿司からいってみたいと思います。ダチョウのお寿司、ダチョウなんか大食いの子たちが出てる番組があって、そこでね、宮崎ってダチョウを食べてる回があったんですよ。ダチョウね、すごい食べてみたかったんで、今日はちょっとワクワクしてます。癖とかはなさそう。お醤油ちょっとだけつけて、いただきます。柔らかっ。なんだこれ、口の中でなくなる。なんかでも鶏肉の感じとちょっと違うな。鶏さんとちょっと違いますね。なんだろう、なんか匂いとかほとんどないですね。うん、溶ける。めっちゃ美味しい。これめちゃくちゃ柔らかいですね。なんかこの ご飯と一緒ぐらいの柔らかさですね。こうほぐれていきます、噛んでると。すんごいあっさりしてます。それでこっちが栃木産ダチョウの上フィレたたき。鳥さんなんだっていう感じ、ダチョウってこんななんだみたいな感じなんですけど、よいしょ。これはちょっとご飯と一緒にいきたいと思います。栃木のダチョウ、ご飯に合う。結構淡白な感じですね。でもなんか噛み締めると旨味がある感じです。何に近い、癖がほんとないです。これもなんかワニの時も同じこと言った気がする。これ癖がないです。ワニよりないです。ご飯が進む味付け味付けもあるけど、ラクダ行ってみますかね。ラクダさんを、ラクダのどこなんだろう、これ。ラクダのロース、ラクダのロースってどこだ。いただきます。ステーキって書いてありますね。なんかバターの香りしてますね。おいしい。食感は牛っぽいけど、牛より癖がないですね。ラクダさん美味しいな。
次カンガルー行きたいと思います。オーストラリア産カンガルーのたたき、なんかこれも普通に牛肉のたたきみたいな見た目ですけどね。いただきます。うん、これ癖があるぞ。うん、カンガルーはねこの中で一番独特の風味があります。なんて言うんだこれ、なんかね、なんかうん、うん、初めて食べる味がする。なんかお肉いただいてますっていう感じですね。うん、うん、美味しいじゃん、もう。じゃあ最後のやつがカンガルーのおろしポン酢的なやつ。うん、あっさりしすぎ、おろしの味で分かんなくなった。弾力が結構ありますね、お肉に。うん、お肉だけ食べる。うん、さっと茹でてる感じですかね、これ。なんかちょっと中はレアみたいになってて、ムチムチした弾力がありますね。うん、うん、辛めの大根とよく合うかも。ちょっと癖があるから、その癖と大根の辛さがなんか あって大人の味って感じがします。ラクダ丼最後の楽しみにお寿司をね肉どし美味しいですよね。ちょっとせっかくなのでお塩でも食べようかなと思います。なんかこれお塩でも絶対美味しいと思うんですよね。ごちそうさまでした。いや、ぶっちゃけね、どれももっとなんかこう食べにくいお肉なのかなって思ってて、全然めっちゃ全部すごい食べやすかったです。でもなんかそれぞれのお肉の特徴はしっかりあって、ダチョウは結構身が柔らかめです。で、すごい淡白な感じです。ちょっと噛み締めてくるとだんだん風味が出てくるかなみたいな感じで、ラクダのお肉はなんかこう牛肉と豚肉の間ぐらいの食感で、でもまあ牛に近いのかなっていう感じでした。こうバターとの相性がすごい良くて、結構パクパクいけます。ほとんどこれもなんか独特の何かみたいなのはないですね。なんかこう動物園のラクダさんの匂いがするのかなって思ってこうビビったんですけど、全然そんなことはなかったです。めっちゃ美味しかったです。で、最後カンガルーなんですけど、ちょっと独特のなんかこう風味があったかなと思いました。でもなんか食感とか肉肉しくて食べやすいです。私が好きなのはでもラクダですねラクダさんはなんかこう本当にこういうステーキを食べてみたいなと思います。はい、それではお腹が空いたらアーモンスター、今回もここまで見ていただいてありがとうございました。今日はお肉尽くしデリバリーの日だったんですけど、また他にもね新しいお肉を見つけたら積極的にチャレンジしていきたいと思いますので、またその時はよろしくお願いします。バイバーイ。